さんとお話しさせていただいたんですけれども、同じことばっかりやっててもやっぱダメなんですよね。で同じことをずっとやってるのも、まあ、いいこともあるんですけれども、やっぱり世の中も変わっていってるし、商品も技術も、そしてあのお客様の価値観もやっぱどんどんと変わっていってるので、今カントリーベースはね、本社じゃなくて全部引っ張った。年末にもミーティングして、あのカントリーベースの売上げ分をどうしたらいいかっていうことをいろいろ話して、税金の勉強だったりとか、保険の勉強だったりとかね、そういったのを見ながら、あの交渉することはもちろん、前提ではあるんですけども、それはいろんなところでね、いろんなオプションだとかサービスだとかアフター面だとか、事前のコミュニケーションとかいろんなところでね、やっぱりお付き合いというか、信頼を得る、ことが、まあ、この当事会社の大切になってきますし、いや、これやめよう。